今日教えていただくのはこちらです。ネギたっぷり里芋の味噌そぼろ煮。味噌でそぼろ煮ですか？皆さんそぼろ煮するときには醤油味だと思うんですけれども、はい、今日は味噌仕立てにしたいと思います。秋里芋っていうか芋類すごく美味しいですよね、甘くてホクホクになってきますよね。そう、それに干し椎茸の旨味を加えて、さらにたっぷりのネギ加えるので、おかずしっかりとメインのおかずになる一品です。ご飯が新米も美味しく食べられると思います。それではまずは材料から見ていきましょう。こちらです。材料は 2,3 人分です。里芋3個 300g、 鶏ひき肉 200g、 干し椎茸2個、深ネギ1本、地酒大さじ2、おろし生姜大さじ1、味噌大さじ2、椎茸の戻し汁は 300cc となっています。それでは先生よろしくお願いします。はい、では作っていきますよ。今日はねちょっと旨味を加えたいので干し椎茸を加えました。はい、干し椎茸は水で戻して石突きを切り落として、みじん切りにしておきます。はい、鶏のそぼろと一緒の感じで椎茸を食べたいと思います。なるほど、ちっちゃくなってる椎茸ってことですね。そうそう。で、今からどんどん美味しくなる深ネギ、はい、今日は1本分使いたいと思います。頑張ってみじん切りにしましたよ。かなりね、大変だと思うんですけど、このみじん切りはちょっと大きめですかね。ちょっと粗みじん切りで大きめで大丈夫です。はい、はい、フライパンを熱しますよ。フライパンを熱したところに、今日は鶏ミンチを使います。鶏ミンチ 200g、 干し椎茸、はい、そしてね、油は敷かなくていいんですか？あ、油敷かなくていいです。鶏肉から出てきます油が。で、生姜入れます。大さじ1杯分おろし生姜が入ります。結構入りましたね。風邪予防にもいいですよね。はい、体は温まりそうです。はい、これをね炒めていきますよ。炒めていくとポロポロに鶏肉がなってきます。さあ、これを炒めていきます。はい、でも油を敷かなくていいのは、油もね高いですから。ちょっと今値段がね、どんどん上がって心配ですけれども、節約できるところはちょっと節約したいなっていつも思っちゃうので、はい、鶏の油をいただきましょう。さあ炒めてますが、里芋、今日の主役の里芋ちょっと今日はお話をさせていただきたいと思います。はい、里芋を皮を剥くときに手が痒くなるって方がすごく多いんですが、はい、私もです。洗っても洗っても痒い手が。そう、ちょっとポイントがあってね、はい、これ乾燥した状態なんですけれども、はい、里芋ってちょっと土がついているので皆さん洗うじゃないですか。洗ったまんま皮を剥こうとするとちょっとぬるぬるして、そうです、そうです、これが痒くなるんですよ。あ、水分が良くないんですか？水分で痒くなるので、皮を剥くときにはしっかりと乾燥させて、うん、洗った後キッチンペーパーで拭くとか、このようにしっかり乾燥させた状態で皮を剥いてください。じゃあちょっとネバッとしたらそれが気になってまた手を洗って濡れた手でまた剥いちゃうんですけど、それが良くなかったんですね。でさらに皮を剥いて流しにね、ポイってしてた皮を、それはまたこう手でかき集めると濡れちゃうのでまた痒くなる。そこの部分気をつけてください。里芋は皮を剥いた後に食べやすい大きさに切ってください。このサイズですね。はい、はい、さあ、そぼろがポロポロになってきましたよ。このぐらいに、はい、なってきたら、はいはい、ここに椎茸の戻し、あと里芋、今の里芋入れましょうね。はい、里芋入れて椎茸の戻し汁を加えます。椎茸の戻し汁 300cc 足りなければ水を加えてください。はい、椎茸の旨味 300cc です、ね、そして、定番ですね、はい、地酒大さじ2杯入ります。あとはこれに蓋をして、蓋をして煮込んでください。里芋が柔らかくなるまで煮込んでください。さあ、こちらに先ほどから煮てるものがあるんですが、どうでしょうか？あ、だいぶ柔らかくなってますね。さあ、今日味付けですが、味付けは味噌です。鹿児島の麦味噌、このまま入れちゃいます。溶かずに入れてしまっていいんですね。 そしてたっぷりのネギ、はい、深ネギです。1本分です。1本分です。あ、すごい、改めてお鍋に入れると量が分かりますね。これは風邪予防にもおすすめです。あとは味噌を溶きながら汁気がなくなるまで煮詰めていただいたら出来上がりです。